ジェリー、バッバ・ワトソンは、アメリカ・フロリダ州出身のプロゴルファー。PGA ツアーでは、稀なレフティゴルファーで、ツアートップクラスの飛ばし屋でもある。PGA ツアー2年目の2007年は、ドライバーの平均飛距離が315.2ヤードで、トップ、ボールの時速は194マイルにも達するなど、記録を残し、 ツアーメンバーの中でも350ヤード以上飛ばせる数少ないプレイヤーの一人である。2012年4月のマスターズトーナメントではルイ・ウェストヘイゼンをプレイオフの末破りメジャー初勝利を挙げた。2013年はツアー未勝利に終わったが2014年のマスターズでは新鋭ジョーダン・スピースらを退けて2度目の優勝を遂げ世界ゴルフランキングで3位にランクインした。 1978年、フロリダ州バグダッド生まれ。フロリダ州ミルトン高校のゴルフ部のメンバーであったが、この部には、後の PGA ツアーメンバーであるヒース・スローカムや、ブーイー・クリーラも在籍していた。高校卒業後進学したアラバマ州、フォークナーステートコミュニティ・カレッジでは、短大の全米代表としてプレーした。その後2000年と2001年は、ジョージア大学に在籍し、 2000年には、ジョージア大学のチーム、ジョージアブルドッグスを、サウスイースタンカンファレンスの決勝戦まで導いた。2003年に、プロ転校し、2005年までの間は、ネーションワイドツアーに参加した。2005年のネーションワイドツアー賞金ランキングで21位になり、2006年からの PGA ツアー出場権を獲得。 ルーキーイヤーの獲得賞金総額は1019,264ドルで、賞金ランキングでは90位であったが、ドライバーの平均飛距離は319.6ヤードで、トップであった。なお、ワトソンの PGA ツアーでの最長飛距離は2010年、ソニーオープンで記録した416ヤードで、プロ転向後では、ネーションワイドツアー時に422ヤードの記録がある。 2007年、オークモントカントリークラブで開催された、全米オープンでは、初日70打、2日目71打と、ース,スタートを切ったが、首位と1打差、最終組でスタートした3日目と最終日4日目は74打と、スコアを伸ばせず、最終順位は5位体であった。2010年6月、コネチカット州。 クロムウェルで開催されたトラベラーズ選手権で PGA ツアーでの初勝利を飾った。コーリー・ペイビン、スコット・バー・プランクとのプレイオフを制したワトソンは勝利した5歳アンジーと抱き合い涙を流して喜んだ。2010年8月にウィスリング・ストレーツで開催された全米プロゴルフ選手権ではマルティン・カイマーにプレイオフの末破れ初メジャータイトルを逃した。なお、 同選手権では、最終ホールまで2位以下に1打差をつけて、単独首位であったダスティン・ジョンソンが、最終ホールにおいて、バンカーでソウルして、ペナルティを受け、優勝は愚かプレイオフ進出を逃す出来事があった。3ホール制のプレイオフで1ホール目はワットソンが、2ホール目はカイマーが、バーディーで勝つイーブンの状態であったが、 迎えた3ホール目でのワトソンの第2打が、ウォーターハザードに入り、結果カイマーが、メジャー初勝利を挙げた。2011年プレジデンツカップに出場したワトソン。2011年1月30日、ワトソンは、ファーマーズインシュランスオープンで、フィルミケルソンに競り勝ち、PGA 通算2勝目を挙げた。 また2011年5月1日のチューリーヒクラシックオブニューオリンズでは2011年2シーズンの2勝目、PGA 通算では3勝目となる勝利を挙げた。このプレイオフでは1ホール目は両者ともバーディーであったが2ホール目にもバーディーを決めたワトソンがウェブシンプソンに競り勝った。2011年7月、スポンサーとの契約の関係で出場した。 アルストム・オープン・ド・フランスでは、第1ラウンドの後欧州ツアーではもうプレーしないと、示唆した上、第2ラウンド後に、大会の警備や、運営体制に不満を漏らしたことで批判を浴びた。なお2011年1月のヒュンダイ・トーナメント・オブ・チャンピオンズで、チャリティとして開催された、ロングドライブコンテストに、ダスティン・ジョンソンや、ロバート・ガリガスラと共に参加している。 結果は400ヤード以上飛ばしたジェイミー・サドルフスキーに、ついで370ヤードを記録し、2位であった。2012年、マスターズトーナメントにて、初日から69,71,70,68のスコア278で回って、ルイ・ウェスト・ヘイゼンとのプレイオフとなり、2ホール目でウェスト・ヘイゼンを退け、ツアー4勝目を、メジャートーナメント初優勝で飾った。 2014年4月13日、マスターズで最終日首位タイスタートして、5バーディー、2ボギーの69で回り、通算8アンダーで2グループに3打差をつけて2年ぶり2回目のマスターズ優勝を果たした。一度目はラッキーで勝てたが、今回はしっかりと準備をした結果、勝つことができた。2度もグリーンジャケットを着られて本当に幸せに思うと、コメント。 2018年2月19日、米国男子、ツアー、ジェネシスオープンを後続に2打差をつけて優勝、ツアー10勝目を決めた。ワトソンの妻アンジーは、身長193センチメートルの元バスケットボール選手である。また、ワトソンの父ジェリーは、2010年10月15日高等眼で、他界している。2011年、 PGA ツアーメンバーであるリッキー・ファウラー、ベン・クレイン、ハンター・メイハンらと共にバンド、ゴルフ・ボーイズを組み、楽曲、おおお,お,お,おの動画が YouTube 上に公開されている。ベン・クレインと保険会社ファーマーズ・インシュランス社のチャリティ活動の一環であり、ファーマーズ社は動画の閲覧数10万回ごとに1000ドルを寄付する。PGA ツアーでのプレイオフ記録イコール不出場。 t イコール対背景黄色イコール10位内入賞背景緑色イコール優勝プロありがとうございます